千場寺山は、兵庫県三田市にある標高590メートルの山。丹波高地に属する。ふるさと兵庫百山。三田市の中心付近にある山。ピーク付近には、三田市では、唯一の一等三角点がある。山頂の万座の壁には大権限が祀られており、下、青野の観神社が3月17日に祭りを行う。山の名称にもなった、寺は、 明智光秀に焼かれたとされ、今は跡形もない。戦場寺山へは、南の天満宮から北への尾根への重装ルートと、西の菅神,神社から尾根へのルートなどの登山道がある。途中、高根山には、鎌倉時代に青野城があったとされ、現在も石積みが残る。地元では、今でも城山と呼ばれている。また、山裾南に、 ダム建設によりできた戦場事故の命名の由来となった山でもある。平成22年に新兵庫森づくりの里山触れ合い森づくり事業により東の津原口からの登山道の整備がされた。登山口には多目的広場もできている。戦場、寺山の天狗という民間があり、昔六甲山に大天狗が住んでおり、唐溝や有馬のあたご山、天狗岩、 山口の丸山、おつ、原の千条寺山を休み場にしていた。ある日、おつ、原村の我作という親孝行の若者が、屋根吹きの手伝い中突然いなくなり、いくら探しても見つからないので、死んだものと諦め、お寺で海名をもらい供養していた。しかし、数十年後白髪、白髭、顔中下だらけの老人が我作の家に現れ、仏壇に、 お参りしていて家人に見つかった。そして急に戦場、寺山の方へ姿を消した。村人たちは、この戦場寺山に来る、あの天狗の弟子入りをして修行しているのでは、それで、我が家が恋しくなって帰ってきたのだろう。そういえば、我作の若い頃の面影がどこかにあったなどと話し、この白髪の老人のことを、我作は天狗の力で仙人になったのではと噂されるように、 なったという、ありがとうございます。